マルティノ・マルティニ・マルティノ・マルティニは、イタリアのイエズス会修道士、中国学者。民末新書の中国で布教し、中国に関する多数の著作がある。中国名は、エータ・ダシ国。マルティニは、トレントに生まれた。ヌエバ・エスパーニャ伝道で知られる、エウセビオキノは、いとこに当たる。1632年に、イエズス会に入会し、ローマで、アタナシウスキルヒャーに学んだ。 1643年に、甲州に赴任した。当時はまさに、民が滅びようとする混乱期にあったが、無政府状態を利用して、マルティには、中国各地を旅行することができた。その後、マルティには、南米のミカドの元にあったが、清市が、雲州に侵入すると、清市に、教順の意を表し、不況を続けることを認められた。1650年、マルティには、 ローマに派遣されるイエズス会中国選挙会の代表に選ばれた。途中のバタビアでオランダ人に遊兵されるなどの困難があったものの、おそらくオランダ東インド会社の船で1653年にノルウェーに着いた。1655年にローマに到着した。当時のローマは天礼論争が起きており、ドミニコ会がマテオリッチ以来の融和的な中国選挙方針を 批判していた。このため、インノケンティウス10世は1645年に中国のキリスト教徒が儒教の天礼に参加することを禁止した。しかし、マルティニの説得が功を奏し、1656年に教皇アレクサンデル7世は儒教天礼への参加を認める直令を出した。マルティニは1659年に広州に戻ったが、1661年に死亡した。 ダッタン戦争期より、スー・テイテイが娘を殺して自殺する様子を描いた、サシエヨーロッパで、マルティには中国に関するいくつかの書籍を出版し、中国に関する多くの新情報をもたらした。中国新地図帳は、オランダの出版業者、ヨアン・ブラウによって1655年に出版され、後に、ブラウの大地図帳にも収録された。ダッタン戦争期は、 理事生の乱による民の滅亡と満州人の中国征服という当時の大事件の報告ですぐさま各国語に翻訳された。中国古代史は前漢の相手までの古代中国の歴史を記す。この歴史をどのように聖書と整合させるかは大きな問題になった。中国語文法はマルティニの没後1696年に出版された。小冊子ではあるが、 西洋で書かれた現存する緩和の文法書として最古のものであり、プレマールのものよりずっと早い。漢文で書かれたキュートモ編は、マテオリッチの交友論に続く友情の重要性を説いた書物で、ヒケローやセネカを引用している。マルティニが口実した言葉を宿席が文章にし、マルティニの没後に出版された。 ポルトガル人が16世紀初めに玉江の加工を訪れて以来知られている中国とマルコポーロなどに見られる課体が同一であるかどうかは長年問題になっていた。課体をチベットのこととする説も長く存在していた。マルティにはローマへ向かう途中、ライデン大学のアラビア語研究者であったホリウスと会った。ホリウスはそれによってペルシア語の書物に出てくる課体の12、 死と二十四世紀の名前が中国語であることを知り、これで課題が中国であることが証明されたと考えた。ホリウズはマルティニの中国新地図帳の付録としてこの証明を載せた。2014年にマルティニの生誕400年を祝ってイタリアで記念切手が発売された。中華人民共和国でも記念切手が発売されている。著者のデジタル版。 ありがとうございます。